はい、こんにちは、ふみやです。ちょっとね、久しぶりの配信になってしまったんですけども、今日は久しぶりに練習メニューの説明動画を、配信していきたいと思います。で、まあ、フットサルの練習メニューなんですけども、サッカーでも活かせるメニューになりますし、カテゴリーとしても、小学生の高学年でも使えますし、中学生、高校生、社会人でも使える練習メニューになっておりますので、ぜひ活用していただけたらなと思います。で、メニューとしては、オールコートを使った連続的な2対1の、カウンタートランジションの練習メニューになります。それではね、早速ご覧いただけたらと思います。動画の方どうぞ。はい、それではメニューの方を説明していきます。2対1、オールコートの2対1の練習メニューなんですけども、ボールを奪われた選手は、ディフェンスに残って、すぐに切り替えていきます。で、オフェンスはコーナーのところに2列に並んでおいて、プレーが切れたらすぐにキーパーからボールを出して、どん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 行っていきます。はい、このように最後に取られた選手がディフェンスに残る。で、もう一人のオフェンスだった選手はコートから出て、元の待ってる位置に並び直します。はい、こういった形でどんどん切り替えを早くして行っていきます。ナイスユーマー。で、次はディフェンスが2枚になります。で、どういうことかというと、1人目のディフェンスは最初、さっきと一緒で最後に触った選手がディフェンスに戻る。で、もう一人の選手は相手ゴールのポストをタッチしてからディフェンスに戻ります。要するに2対1の状況から、遅れてもう一人ディフェンスが増えてくる、2対1プラス1っていう状況で、よりね、実戦に近い形で行っていきます。今、白の服を着た選手が戻ってきたんですけども、早く攻めずに時間がかかってしまうとディフェンスが戻ってきて2対2になってしまいます。で、ディフェンスが奪った場合はこのように、今のように逆の方に攻めていきます。はい、このように実践的にトレーニングを行っていきます。ご覧いただけたでしょうか。それではですね、ポイントの方を、説明していきたいと思います。で、まずね、一番最重要なポイントとしては、どのトレーニングもね、トランジション、カウンターのトレーニングは特にそうなんですけど、まずは一つ目は切り替えですね。もうこれはもう間違いなく一番大切な要素になります。で、まあ、この練習の中で切り替えをね、早くしようっていうのを促していくのはもちろんそうなんですけども、まあ、設定としてプレーが切れた時にキーパーがね、ボールを投げていくんですけども、それを早くできるようにスタッフが、数がいるのであれば、指導者がボールをキーパーに渡してすぐにスタートね、できるようにしていくことが必要になってくると思います。で、まあ、キーパーのサポートするスタッフがね、人が足りてないのであれば選手にやってもらうなり、そこはね、ちょっと考えてもらって、とにかく切り替えを早くするっていうところを、もうルールの設定のところですね、しっかりとやってもらえるように、してもらえたらと思います。2つ目なんですけども、ディフェンスの方ですね。ディフェンスの優先順位、攻撃が終わって、まあ、青が攻めてたとしますね。で、カウンターで赤が攻めてくる。で、この時に、優先順位ですね、守備の優先順位として、どこからボールを奪いに行くかっていうところで、まずは撤退をしましょう。そして遅らせるということを考えましょう。なぜかというと、これだけスペースがある中でここで取りに行ってしまったとしたら、簡単に出されて、ね、キーパーと、2対1っていう状況が作られてしまうので、まずは戻って、だいたい第 2PK のところ 10m ぐらいまで、まあ、サッカーやったらちょっとね、基準は指導者の方がね、決めてもらったらいいと。とにかくまずは遅らせるということを、考えて、守備の方はね、やってもらえたらと思います。はい。で、オフェンスの方なんですけど、オフェンスの方はキーパーからスタートするときのですね、もらう位置っていうのは、意識してもらった方がいいかなと思います。例えば相手の攻撃が終わりました。 赤チームがオフェンスです。で、ここでボールをもらうのと、ここで
ボールをもらうのとどちらがチャンスになるかっていうところですね。それを、選手たちに理解してもらいながら、できればここでもらった方がそのまま直接的にゴールに向かいやすくなりますよねっていうところを、意識してもらって、どこでボールをもらうのか一番ベストなのかということは、選手たちに促していってもらえたらと思います。はい、まあ、細かいことを言うともっと、いろいろとあるんですけども、とりあえずね、これぐらいはね意識してやってもらえたらいいかなと思います。はい、それでは、2対1の、ハーフコートでの練習とか、ウォーミングアップの導入でのトレーニングとか、っていうのも、以前のね動画で紹介しておりますので、そちらは概要欄の方に貼っておきますので、よかったらそちらも見ていただけたらと思います。まあ、流れとしては、2対1のねハーフコートの練習とかをやった後にこの実践的なオールコートのトレーニングを行って、最後にゲーム形式を持ってくるっていうような形で、やるのが一番いいかなと思いますので、はい、ぜひ参考にしていただけたらと思います。それでは今日のね練習メニューの説明は以上になります。はい、最後までご視聴ありがとうございました。もしね役に立ったと思われた方はチャンネル登録や、グッドボタンなどを押していただけたら、僕のねモチベーションにつながりますのでよろしくお願いします。はい、それではまた会いましょう。さよなら。